アランブラ宮殿の中庭というのはすごく華麗な印象がありましたけれども、こちらのヘネラリーフェというのは王様王族たちのプライベートの場所だったということで、なんとなくのどのかな感じがすごくしますね、噴水の雰囲気にしても。そしてお花が、まあ、今はちらほら、咲いていますが、これが夏になるともっとたくさん咲き乱れているということなので、ちょっと残念ですけど、やはりここも水を大事にしている、水の豊かさが象徴されていると思います。そんなその水を芸術の域にまで、高めたというのがこの、水の階段ということなんですね。そして水がかなり勢いよくこうやって流れているんですけれども、上から流れてくる水がせせらぎを作るように、そこに凹凸を作っているということなんです。ちょっと冷たいですが触ってみます。そうですね、見えます、わかりますかね、この凹凸を作ることでその水の音を変化させていたっていうことなんですね。昔の人々はこういう自然の音からヒントを得て、こうして芸術作品とも言えることを作りましたし、またなんかそれをずっと聞いて、何か考え事をするか、またあるいは何も考えずにぼーっとするか、その心の安らぎというものが、あったんじゃないかなと思います。私たちもまたそういう大切な時間を忘れないようにしたいなというふうに思います。